ありたけの紙をかき集め、貴族の頭皮につけるのさ、食も。はい、ぜー、さがかか、12HR、こんにちは、サワヤンゲームズでさー。しゃあ、でもね、やべえ、リモコン置いちゃったわ。はい、ということで、本日もね、マリオカート、ここ、やっていきたいと。あ、参ります。ということで、本日ね、前に私がちょっとね、適当にやってしまった企画を、リベンジしていきたいと思う。今回ガチでやります。今回何をやるかというと、ガチで、7位以下になった瞬間、マジで今日の動画終わります。お、よろしくお願いします。もう尺見てる通り、多分もう分かって、俺にはまだ分かんない。どういう結論になるか分かんないけど、俺は今日ガチで7位以下を取ったら終わらせる。もう、それはもう言葉曲げない。うん、約束するよ、みんなに。だからマジで頑張る。集中する。いつも以上に集中して走る。いつも以上に集中して走るから、多少の、なんだろう、今日の実況が多少つまんなくても、許していただきたい。今日はガチで7位以下にはなっちゃいけない。なった瞬間終わるからさ、後ろバナーさん、これはね、多分使わないから、このまま行きたい、このまま行きたくて。で、前のやつは多分メダルの裏がおそらくクラクションとか多分ほじってんだろうな、あれ。ほじってる可能性高くて、やばい、バナーが後ろから来てるから、これ本当に気をつけなきゃいけない。しっかりインドリかまして、バナーなすりつけると本当に大変なことになるから。さ、これウルトラミニターボグライド多分できてるか分かんないけど、ボムだね、やっぱりボムだ。これマジ気をつけなきゃいけない。あっぶね、これしばく、多分しばけた。あぶね、よし、逃げて、オッケー、とりあえず1。あー、ダブルボギー、おいしい。よし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 、いい感じ、すごくいい感じ。あのボムを避けるならかなりでかくて、さあ1位独走状態、多分絶対青コーラ来るから、まあもうとりあえず逃げる。とりあえずで7位以下になるんだけど、とりあえず今日はいいから、まあ今日でもできる限り1位を取りたい。うん、どんな時でも狙いに行くのは1位、間違いなく。さあ、ここでガッツし、まあスーパーミニターボになっちゃったけど、まあいいでしょう。さあ、赤にだね。赤にはブロックです。ダブルボギーあるんで、赤さんだったらそれはドンマイ。赤で、ここ絶対ダブルアイテム取る。ダブルアイテム取って、青コラ来てるね。さあ、ダッシュ版抜けたいが受けれなさそうだね。そこで受けるのが一番まずいんだけど、防御つけて、まああいつには負けるけど、まあなんとかとりあえずに、まあしょうがないやろ、ほら、よし。てことで、本日で7位以下になった瞬間はマジで即終了します。最後までね、ご視聴のほどよろしくお願いいたします。しゃあ、ではね、第2レースは私のお箱チーズランドでございます。さあ、最初のレースは大パンなし、発狂なしのね、限りなく好調なスタート、滑り出しをしたん で、チーズランド本当に油断大敵なんで、本当に油断しちゃいけないコースなんで、とにかく集中して立ち回っていきたい。 OK、 まあとりあえずいい、最終いらないから、まずメダルを取っていきたい。まずメダル今0枚だから、メダルこれ10枚にしないと絶対あの打開ができないんで、そこだけは念頭に置いて立ち回っていく。さ、テレサで、まあ、キノコ1個パクられたのは全然よくて、ハンバーグってやつに前に出られたらコットの方がかなりイラつく。ただメダル全部取り損ってるから、それはかなり美味しい、かなり感謝感激の話、かなり感謝感激の話 でダブル取って、これ前行こう。なあ、キノコしか出ない、なるほどスター出てもいいと思ったんだけど、まあ出ないならしょうがない。でもメダルも10枚あるから、それはいい話、それ一番朗報であって、でかなり朗報な話で、でこいつが、あ、そういくね。で、俺はもうここでガッツし。さあ、青コーラいってるから当たんないようにして。イカは弱すぎる。イカにキノコは本当に最悪なんだよね。最悪で、もうちょっとこれ停止した方がいいな、こう。どうしよう。なんか強い出てくれ。スター、オッケー。いいね、いいね、いいね、いいよ。非常に。あ、雷引いた。これね、これね、かなり面白いことができそう。かなり面白いことができそうで、ここでまだ、あ、なるほど、振らされちゃった、もうそうだ、忘れてた、あのね、雷引いたらチーズランド使いましょうの精神忘れてた、雷を使いましょうの精神を完全に忘れてた、チーズランドで雷引いたらすぐ使おう、皆さん覚えておいてください、すぐ使いましょう。で、ここでダブル取って9割できてるから、なるほど、かなりしんどい展開なんだね、これ、かなりしんどい展開で、バタオコーラいってる。で、まだある。で、ここでテルサ使うじゃん、まず。で、もう一回停止して、オッケー。スター使っ。いやー、ちょっときつい。あー、また雷。これね、もう一発引いちゃったか、俺が。これ、ワンチャンあるわ。ワンチャンある。で、キラー全員終わったところで、ここで打つ。で、ダブル取る。まだいける。ナイス!いけるはず。かなりいけるはず。かなりいける。使って、んで、
ショートカット1個はいけるはず。1個いけて、んで、ここでガッツシ行って、で、ここら辺で使えばそっち行くの。頼むから誰か抜け。長いからし、5位。あぶねー、セーフ。一番取っちゃいけない10位、5位だけど、今日は7位か、7位以上であればなんとかセーフだから。あー、逆がまた最初キラーでスターだったらかなりいい順位まで行ってたんだけど、うん、まあ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 いいでしょう。よし、とりあえずとりあえず来る、とりあえず来る、よし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 。はい、ということで第3レースはデジルマンション 200cc。 これ含んでいいのかな、どう思うみんな。俺 150cc でやりたいんだけど、まあ一応200もやる、200も7位以上目指す。高校スタート本当に危ないんだよ、200は本当に200は危ないから、まあとにかく最初にこれ1割しちゃったかもしんないけど、これ釣ったらどんまい、防御して、あぶねえ、やっぱ速投げだよね、ですよね。ない、はい、ありがとうございます。まあまあまあ落ち着いていこう。まずアイテム1個取って、あー全然慌てる時間帯ではないから、まだ1周目だし、なんならここでメダルをちょっと集めていきたいところぐらい、集めていきたい気持ちすら芽生えてる。さあアイテム1個取って、オッケー、キノさんナイスで、ここがっつりブレーキ踏んで、丁寧にここでショートカットしていく。オッケー、まあショートカットっぽい、まあもううっさ、ブーメラン、マジブーメラン嫌い。さあ赤コーラ俺かな、これ俺だね。消えてくれ、オッケー、消えて投げて、ちょっと待って、一回これ危ない、危なすぎる、危なすぎる、ダブル取って、一回ダブル取るべきだった。でこれ全部使っちゃって、一回全部使っちゃって、がっつりがっつりいって、これも使ってんで、ここでちょっと俺できればダブル取りたいんだけど、パンパンパン、オッケー、ダブル取って、さあ強いアイテム、ナイスだ。そこはどこ行ってんのマジ、ちょっと待って、本当にまずい展開になりつつあるから、ここで冷静にショートカットをして、足りるでしょ、オッケー足りて、んでパンパンパンってやって、あーキノコか、なるほどなるほど、やばいね、がっつりショートカットしなきゃいけない。1個使って2個使って、ダブル取って無敵、ナイス、雷、雷来るなら今じゃない、今でしょ、普通はこのタイミングで来る、普通だったらこのタイミングで来るんだけど来ないね。 OK、 ダブル交換して、ここで雷、あい来た、ナイス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 、危ない、よい、セーフ、よーし、耐え抜いた、耐えた、危なかったマジで、危なかった本当に、よし、よかった、クリア、クリアです、3レースクリア、よし、4レース目いきましょう。シャーマジで緊張する。はーい、ってことで第4レースはまたしもチーズランド、好きだね、来るね、今日1位取るしかない、第4レースなんでね。さあ頑張っていきましょう。ここさあ、でもね、絶対に、1位を取ってもう終わりにしちゃ、もう逆に1位取ったら終わりでもいいね、1位取ったら終わりでもいいぐらい、1位取ったら終わりでもいいぐらいの精神でやっていく。いや、もうここで1位取ったら今日4レースで終わらせる。まあたまにはそういう動画もあっていいでしょう。なんか6レースとか結構やっちゃったりするけども、4レースで終わる動画あってもいいんじゃないかそう思ってる俺は。さあまずは、メダルを丁寧に、丁寧なドライビングで、回収していく。さあもう10万人、うわ危ないやつがいる。あれバックスなしいったら本当に害悪だからやめてね、前投げて、早く桃鉄部、ナイスバカ、よし、まあちょっと離れすぎだな、打っちゃって、もうこれも打っちゃう、これもすぐ打っちゃって、ちょっと離れすぎてるんですぐ全部打っちゃって、なんかもうお父さんかましちゃって全員に、んでかなり離れてるからこれかなり取れるんじゃないの、多分ダブル取ってがっつりブレーキ踏んで、オッケー、マキシマキロもね、なるほど、使っちゃおう、キラーが欲しかったね僕、ありがとう、逆に取ってくれた、感謝、それは逆に感謝の話で、ちょっと待って、パンパン、いやマキシマキロ、なるほど、すぐ使ってショートカットいって、5位まで来ちゃったか、なるほど、みんなもキラー使ってる、待っていい、ここでキラー引きたい、ここで次キラー引きたいんで、さあお前らうざい、早く行ってほしいんだよね、でダブル取ってここでキラー引く俺が、なるほど、来ないか、ただこのマキシマム記録は消費して次のダブル交換でスターを吐きながら、キラーを引いていくムーブが多分強い、それはやばい、それは本当にやばい、待って、早く行って、やばすぎる、急げ、やばいね、非常にやばくて、いやでもそんな遠くないね、思ったほど遠くなかった、もう行くしかない、いやだからこれ以上止まったら本当に終わるから、ここですぐショートカットして、キラーを避けたい、絶対に避けて、
ナイス余計をして、ナイスな余計をかまして、ここで絶対ブレーキして、ここでガッツリダブルアイテム取りながら、オッケー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 、いいよいいよ、ジャンピングアクションは入らないが、ここでガッツし1個使って、1個使ってで爆笑向きの子でもうぶち上がっていくしかない。ここでぶち上がっていかないと追いつかないんだよ、誰にも追いつかないから。さ、3位、2位、危うく1位だったぐらい上手い立ち回りだった。よし、1位取ってたら終わってたんだけど、2位だから続きます。はーい、ということで第5レースはエレクトロドリームでございます。あれ今日終わんないね、終わんない。逆、俺本当に今日3分ぐらいの動画になると思ったからマジで終わんない。レート見たら分かると思うけど、ちゃんと高校は飛ばしてないです。はい、何もカットせずにやっております。スタートって押すの、やべ、 200cc だ。ああやばいな、嫌な予感しかしない。嫌な予感しかしないんで、集中して立ち回っていきたい。まずメダルを、取って、現状7位なんで、ダブルアイテムはちゃんと取りに行こう。ダブル取ってがっつりブレーキ踏んで、OK、ちょっとこうアクセル離して、この赤コーラ1個交換でいいかね。キノコ、どっか消えた。はい、どっか消えました。赤コーラ、反抗期ですね。はい、赤コーラにも反抗期がございます。テレちゃんを引いた。がっつりこれショートカットして、ここで使っちゃう。これ使っちゃって、1回テレちゃん使っちゃって、さあ、OK、ミドさんね。いらないね。まあ、防御硬いんで、これで上位は安定してくる。上位は安定してさ、クラクションも引いた。これで1位踊り出たらかなり強いムーブになってくるんだけど、さ、これバッツン、バッツン、バッツンっつって。当たるんじゃない？一発ぐらい。当たってもよかったんじゃない今の。一発ぐらい当たってもよかったんじゃないさ。あーい、そこ落ちんの初見なんですけど、つって。さ、ダブルは取る。ダブル取って6位、現状な、うん、な7位になってきた。ただ、この先、俺は、キノコがあるから、ここでショートカットかます。OK、ここでショートカットかます。うわ、ブーメランやばすぎ。そのブーメランやばいから、極力前に逃げていきたい。前に逃げて、青コーラいった。素晴らしい。素晴らしい展開。で、バッツン食らって、回避してる。普通に走って回避した、もしかして。パンパンパン。ダブル取って、お、1位。マジ。1位だったら終わるよ。1位だったら終わります。1位だったら終わります。さ、ここ、がっつり、がっつりいって、ここら辺置いとく。ゴリラ避けて、うわ、ショートカットしてる。もうさっきからこいつに抜かれまくりまして、うざい、マジでうざい。さっきから全部お前らうざい、お前がうざい、マジで抜くな、勝たせろ、いい加減、うざ。はーい、ということで第6レースは吉崎とのミラーでございます。終わらないね、終わらない、終わらないよ今日。ここさあ、やはり俺上手くなってしまったのかな。さあ、ミラーなんで、もちろんやっていくのは打開です。ミラーでも打開をやっていく。吉井サーキットは圧倒的に打開が強いん でこれも交換しちゃって、まずはメダルを集めていきたい。メダルを集めていくムーブを丁寧にやっていきたい。 OK、 あ、そのメダルも取りたかったな。2枚しか取れないが、ここで丁寧に3枚取って、でここでも1、2、3、 OK、 ナイスで、ダブル交換してできてる。オッケー、素晴らしいよ。あ、素晴らしい。あ、本当にうまい、俺。あ、俺、本当にうまいわ、今日。あ、俺、今日、本当にうまいかもしれない。さ、ただ、バックスナーを警戒したいところ、ちょっとこれ、ブレーキ踏んで、ここで、ちょっと待ちの、アップな。ダブル交換できてる。ナイス。ナイス、ナイス、ナイス。いいスター、いいスター。これはいいスターだよ。いいスターを引いて、さ、ボムは気をつけて、ここでまず使う。ちょっと待って、ダブ、オッケー、またスタート。これ使うべきだな。ここで使ってジャンピングアクション決めて、さあ、雷来ないかな。どう、来なさそうだな。まだ来ないか。一回待つ、これは一回待って、もう一回ダブル交換して、青コーラか。これはどうだ。まあ、次のアイテム交換の、ああ、ここで振るか。これもらいキノコしよう。これもらいキノコして、かなり距離を詰めれる。あー、まだね、かなり前が詰まりすぎてるな。前が詰まりすぎてるから、このあんま前行かない方が。 OK、 ダブル取って、 OK、 ダブルコーンまたできてる。あー、来た。はい、来ました。相手回しがスペシャリストすぎる、今日。相手回しがスペシャリストすぎる、剣について。相手、ただ前が詰まりすぎる。これね、もしかしたらロンキーが入らない可能性がある。嫌な予感がする。ロンキーが入らない可能性が若干残ってるか。残ってるが、頼むからロンキー入ってくれ。
入れよ。入った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 完全入ってる完全入ってる完全に入ってる。しかもオッポロもいってる。勝ちだ勝ちです。1位で終わります今日。はい、食らっていただいて抜いて、はい、うますぎる、うますぎます。ショートカットして鉄防御終了。